日本大学保健体育審議会は日本大学の運動部が所属している団体である。日本大学は経営方針及び校舎施設などの事情により基本的に単体学部で一つのキャンパスを構成している。したがって部活動も全額統一的な運営は困難であり結果として大学運営と同様に独立した運営が行われている。運動部を一つにまとめた団体は 本部が管理している。本部所属の部も、学部所属の部もそれぞれが所属する、学部キャンパスが所在する地域の連盟等に加盟し、ほとんどの場合は、対外的にお互いに独立対等な別団体として活動している。大学全体を対象としたクラブは、大学本部の予算で、各学部所属のクラブは、各学部の予算で運営されている。一例として、 公式野球部を挙げると、全国の大学公式野球部を一律に、統括している全日本大学野球連盟の下では、日本大学保健体育審議会公式野球部、日本大学国際関係学部公式野球部、日本大学工学部体育会公式野球部、日本大学生物資源科学部公式野球部は、各学部とチームの所在する本拠地に応じて所属リーグが異なるだけで、 それぞれは同じ全日本大学野球連盟主催の全国大会で対戦する可能性を持つ対等な別チームである。従って、公式野球部のように同種のクラブが本部、学部の双方にある場合、学生本人が部員としてどちらのチーム、団体に入部するかは、あくまで学生自身の事情、意思を考慮して本人が選択することとなっている。ありがとうございます。